はははいいいなさんおはようござまますです今日日日2月のの19日土曜日の朝となっています一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですが、えー、今日はですねそんなに多くの材料があったわけではないんですけれどもやはり引き続きですねロシアが、まあ、ウクライナに対して攻めていくんじゃないかもう攻める準備は整ってるんじゃないかみたいなですねニュースラインがですね結構いろんなところに 出ていたこともあってて非常に緊張感が出ていた1日だ、ったんじゃないかなと思っていますプラス加えてですね来週の月曜日にアメリカの株式場お休みだったと思うんですけれどもそういったところもあって週末の前にプラスプラスなんか言うんだって感じですけど、えっとまあ、あの数日以内にロシアが攻め込むんじゃないかというような話もホワイトハウスの方からも出てましたのでそのあたりの警戒感というのが週末前にどっと来ていたのかなと思います。その一方で ボリュームはそんなに出てなかったんですね。なので、えまあ、ちょっとパニックというか、非常にその短期的なあのー、リスク回避の動きが今起きているんじゃないかなと思っておりますそんな中ではある一方で。え、後ほどちょっとまあいくつかご紹介したいんですけれどもまあ、大きくあのー、大型のプレイヤーがですね。まあ、あの、例えばその amazon と買っていたり、とかっていう動きもあるので、まあその詳細について後ほどご紹介をしたいと思います。 はい。ということで、ここから指数入っていきたいと思うんですが、その前にですね、このチャンネルは、ファンズ株式会社様にですね、スポンサーになっていただいております。で、ファンズ,ァンズはですね、個人が企業に対して間接的に貸し付けという形で投資をできるプラットフォームになってまして、年収約500万円前後で、 資産も1000万円前後ぐらい持っていらっしゃる方々が主に使っているプラットフォームということでぜひご興味ある方は概要欄の方から見てみてください。ということで質を見ていきたいと思うんですけれども DAO がですねマイナスの 0.68%S&P がマイナスの0.72%ちょっとここで一旦持ち返したかなと思ったんですけれども、まあ、見事に打ち返されてしまっておりました。はい、で、ラスナックなんですがマイナスの1.23%ラッセル2000がマイナスの0.93%となっておりました。 で米国の10年債なんですけれども引き続き下続落してまして約4ベースポイントの下落ですね1.926というところで終えていましたでドル円なんですがドル円も115円というところでまあ,あの、まあ、結構安定はしてきてはいますけれども、まあ、結構その為替について急激にあの政治情勢のニュース出てくるとドーンと動くので、まあ、この辺りはあの気をつけて。 い,ただい,た方がいいいいたただ方がような特にちょっと高めの水準でもあるので気をつけていただいた方がいいかなと思っております。 はい。で、原因は引き続き90ドル台維持できていて、0.4%の上昇92.12というところで終えていました。で、ゴールドは1900でちょうど終えていたんですけども、引き続き強い需要が続いているかなと思っております。で、セクター別見てみると、唯一、まあ、コンシューマーステープルですね、がプラスになってましたけれども、まあ、その他2回関しては全てマイナスというような状況でした。あまり今日については、 あの個別銘柄でどことかっていうわけではないんですけれども引き続きやっぱりちょっとテック関係というかあのそういった金利にセンシティブな銘柄が売られていたような状況が続いているかなと思います。はい、で、えーまあ、ちょっと今日の動き見て気になったポイントとしては一旦そのドーンと下がってまた戻って最終的に売られてしまったっていうのは、まあ、やっぱりその買い需要っていうのは今。 非常に少ないいんだなというのを改めて感じさせられで一応ですねちょっとボリュームも皆さんにちょっと直視して頂いて直視というか見ていただきたいんですけれどもやっぱりアップルですねでマイクロソフト o o g l e というふうに見てみると非常にボリュームがあの先細りしてってるっていうのはちゃんと見ても分かるとりだと思いますのでやはりですねマーケットとしてそんなに積極的な今売買っていうのは行われてないと。 ただし、チャートの形というかちょっと嫌だなと思ったのはこのキャンドルの形としてまあ最終的にあの非常に低いところで最終最後の時間でバーッと売り込まれてしまっていたこともあってキャンドルのまあ下ひげがないような状況になってしまったとっいうのは結構、見た目的に非常に悪いあの1日だったかなと正直は思ったりはします。まあ、このりりがやはり週末 まで、ののタイミングでロシアが攻め込むかかもししれなななないいいというととうころを反映したリスクオフの動きなんじゃないかなと思っておりますで一応ですね、仮想通貨に関しても、ビットコインであれば4万ドル台、ここ非常に注目のポイントで、ここ下がるとドーンとストップで下げていく可能性もあるというような水準で、でイーサーに関しても、このダウントレンドのラインのサポートラインがですね、あのちょうど今の水準で、ここを抜けていってしまうかどうかというところの、まあ、ちょっとあの、 境目に来ているので、まあ、結構マーケットとして今リスクオフ、まあ、引き続き全般に進んでいるような状況かと思います。で一応2年債の金利というところも見ておきたいんですが、一旦ちょっと落ち着いてきてはいますが1.4。7%前日比でまあ1ベースですね。下落をしています。まあ、そんなに大きな動きはなかったんですけれどもまあ、ちょっと一旦。 大ききく上がががっってて後に少し下がってきていますが徐々にですねあの3月のタイミングでの50ベースの利上げというところについて折、まあ、り込みが弱くなってきているので、まあ、少し金利は短期的には下がってきているかなと思いますが、まあ、あのこの辺りについてはあの今やっぱりその金利が上がってマーケット下がってでかつそのタイミングでロシアウクライナ情勢が非常に注目をされてまた金利は下がっているのでマーケットも下がってみたいな感じで、まあ、少しあの 株式にとっては非常に悪い局面ではある一方でまあさすがにもうちょっと安すぎるんじゃないこの銘柄みたいなのもあの出てきて買いに入っている大型プレイヤーも実際にいますとでその一つの理由として挙げたいのがこちらのニュースになっておりますでサードポイントっていうのは非常に有名な えまあヘッジファンドですかね、まあ、アクティビストとして活躍しているファンドなんですけれどもそこのトップのダンローブさんという方がいらっしゃるんですけれどもアマゾンに関しては非常に今大きなディスカウント30%ぐらいディスカウントされていて今ちょうどターニングポイントに来ているんじゃないかということを言って実際に彼らが買っていると。でまあ、それもファイリングして 開示資料として出てきているわけなんですが、まあ、彼らとして言っているのはま今非常にコストが加算ではいるんですが、まあ、それもまあ時期に徐々にあの回収できるようになっていくでしょうし。まあ、今このコロナのタイミングで、amazon は非常に多くの設備投資をこれまでしてきたんですよね。それによってまあ得られる今後の効率化だったりとか、他社との他社というのは他のビジネスと,との。まあ、その差別化というところ。まあその。 強固な基盤ですよ、ね、そのビジネスを行っていく上での、まあ、強固な基盤っていうのも非常に、まあ、しっかりと築いていけているので、まあ、今後その辺りの減価償却っていうのが終わってくることによって、まあ、より利益とかがしっかりと改善してくるんじゃないかっていうふうに、まあ、言っていますと、まあ、いわゆるその今体力がある会社はしっかりと設備投資をできていて、まあ、今後収益がしっかりと改善できていくようにより強いビジネスをできるように。 まあ今、環境が整っていきますよということも、まああの端的に言っ,て言っているんですがで、かつ今大きくマーケットで山 m a z が売られていると。で、やっぱりこれっていうのは強い強者のビジネスのやり方だなと思っていて、これはなかなかその小さい企業、お金があんまりない企業だとできないような戦略ですよね。で、かつ彼らについては常にどん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 新しいこのビジネス買いませんとか、とか、まあ、そういった機会が入ってくるので、まあ、他のところと比べるといろんな側面で 競争力を持っていいいる企業というのは間違いないですとでやっぱり今彼が言っているのは今年についてはあのものすごくあの注目を最近されていたハイパーグロースのようなものよりもグロース株の,あの枠の中にこれまで入っていたんですがその中でもバリュー株というふうに呼ばれるものでかつ、まあ、オールドファッションというか、まあ、しっかりと基盤を持っていてかつ今もしっかりと収益もドカンと上げられているようなところを 選んでい,きましょうと、まあ、いわゆるアマゾンだと思うんですけども、まあ、そういったところを中心にあの彼は今買っているとあとはインテルも買っているというふうに言ってましたねなのでまあそういった大型銘柄で非常にいい安くなっている銘柄をまあ今は買いましょうというような推奨というか自分たちがやっているということをまあレポートしているというような状況ですはいすいませんちょっとあのロシア情勢とかと脱線したんですけどまあこういったニュースも徐々に出始めているということですねで、えー、実際に 今日注目されていたニュースっていうのをいくつか見ていきたいと思うんですがまずですねロシアがウクライナの周辺に約15万を超えるような軍隊を今配備していますとで他のウォール・ストリート・ジャーナルとかの記事で言うと約20万弱の軍隊配備しているというふうに言われていますとこれからですねロシ,アのそのロシアと <laughs>。 これからですね、ロシアとウクライナの国境近くに今、配備をしている、タンクだったりとか、ジェット機だったりとか、ミサイルとかで、軍事攻撃を今後していくんじゃないかというふうに言われているんですが、今ですね、非常に重要なポイントとして、ロシアから積極的に攻撃をしていくっていうようなことは、やっぱりしたくないんですよね。それは対外的な非難も当然あるでしょうし、まあ、その全面的にロシアが悪いみたいにはしたくないと。で、それもあって今ですね、ロシアは、 グラにに対してて挑発行為っていうのを非常にやっまあ、ね、それによってある意味その反撃みたいなものを誘発するような意図としていろいろ取り組みをやっていると。でプラス自分たちで仕掛けておきながら相手が仕掛けた爆弾みたいなところも準備していたりとか結構ですね古速なある意味手を使っていて。 自分たちがその攻撃する理由をまあ今作るように画策しているというような状況らしいです。これがいつ何が起こるか分かりませんが、まあ、一応ホワイトハウスとしてはこの24時間、まあ、48時間以内ぐらいに何かが起こるというふうに言っているので、まあ、まさにこの週末何かが起こる可能性があるのでかつアメリカの株式場は月曜日お休みなので、まあ、結構ですねマーケットがちょっと荒れそうなタイミングなので少し心配だなと思っているんですが、まあ、この辺り引き続き 注目をしてていいいきたいかなと思っていますでそんな中やっぱりもう一つ非常に重要なのが今後フェットがですね利上げをどうしていくかということがあると思うんですけれども今回ですねニューヨークの連銀総裁のウィリアムさんという方がいて彼はですねパウエル議長に非常に近い上席、まあの FRB の方なんですけれども彼はですねそんなに、えっと、50ベースもう利上げ一気にドーンとやる必要はないんじゃないかというふうに言っていますと。 まあそのゆっくりやっていきましょうよじゃないんですけれども、まあ、毎回毎回しっかりと利上げをやって、どれぐらいの影響があってっていうのを見てで、それで確実に必要な分をやっていきましょうということをま彼は言っていました。で、その背景には、やはりですね、年末までにある程度あの物価の上昇っていうのが収まるというものがあるみたいなんですね。で、それが今のところは全く傾向として見えそうにないっていうのが現状ではあると思うんですけれども、まだやはり時間はあるので、 そんなに急いでやっていくよりもしっかりと地に足つけてやっていきましょうみたいなメッセージを出していました。で、こういったこともあってですね、一応そのマーケットでは折り込み具合がですね、50ベースの折り込みっていうのは前日までは35%超だったんですが、今20%ぐらいまでなってきているということもあって、マーケットでのその利上げ観測っていうのは徐々に後退してきていて、さっきも見ましたけれども、2年債の金利っていうのも少し下がってきているような状況になっています。 でまあ、その中で一つやっぱり気になるのがアメリカの住宅価格ですね1月は6.7%前年同月比で上がっているというような状況ですで引き続きですね住宅の在庫っていうのが確か1.45ヶ月分ぐらいしかなくてかなり歴史的に見ても低い水準で,でかつ新しいものが立たないのでどん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 在庫が下がってっていうような状況にあるんですけれども、まあ、今ですね住宅の金利が非常に急激に上がっていてでかつ今後 ッはです、ね、住宅の住宅を担保とした債権をバシバシ売ってきますよというふうに言っているのでそうなるとますます金利が上がっていくんですねそれを織り込んだ金利で今マーケットでは住宅を買っていたりもするんですけどもそれでも今ですねどん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 、まあ、さらに金利上がっていくだろうということでみんな買っているというような状況になっていますでプラス今ですねキャッシュ全部買うし えー、提示された金額よりももっと積むからこう私に買わせてみたいなですね交渉がバシバシと行われているようでやっぱりお金持ちの人たちっていうのが、まあ、今まさにバーゲンじゃないんですけどその金利が上がる前にしっかりと買いたいっていう需要があるので、まあ、まだまだあの住宅の価格っていうのは上がっていきそうだなとで住宅の価格上がっていくと必然的にえっと賃,賃料っていうか家賃の金額も上がっていくので、まあ、そうするとなかなかやっぱりその 物価の下落というところまではいかないので、まあ、成長の鈍化というところをまず目指していくのかなと思っております。はい、で他にウォール・ストリート・ジャーナルの記事見ていきたいと思うんですが、まあ、今ですねアメリカンエアラインだったりとか他の,あのエアラインの会社も、えーまあ、インターナショナルフライトをですね、まあ、どん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 削っているような状況になっていますと、まあ、その背景としてボーイングがですね、まあ、このの飛行機をあの、まあ、作ったものを えっとまあ、飛行機会社に納入するっていうのが、まあ、ちょっと遅くなっている、まあ、どんだけ遅れてるんだろうって感じですけど、まあ、ずっと遅れてるっていうふうに言っているので、まあ、それがなかなか難しいようになっているとで、えーまあ、そうなってくるとやはり、まあ、飛行機会社の方としても、まあ、便を減らしたりとかっていうのの対応も、まあ、出てくるでしょうしあとはそんなに人を乗せられないような飛行機で、えー、飛ばなきゃいけないっていうのもあったりするので、まあ、そうなってくると ま、より、あの、メンテナンスコストかかったりとか、あとは人を乗せられないので、ま、非効率なビジネスをしなければいけないとか、ま、結構まだまだマイナスな状況が続く可能性は、ま、十分あるんじゃないかなと思っております。ま、依然性は、あの、需要は高まってきているので、あの、利益が全部なくなっちゃいますとか、そういうわけじゃないんですけれども、ま、非効率なビジネスをやらざるを得ないような状況になっているかなと思います。はい。ま、あの、国際便が今後おそらくどん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  あのコロナのまあ移動制限が日本でも今後緩和されていって人が大きく動くようになると思うんですがまその中でもやっぱりその半導体だったりとかまあ物の物流がやっぱりなかなかうまく物がないということでえ滞ってる面もあるのでまこういった状況は引き続きえ続くんじゃないかなと思いますしやっぱりコモディティの価格もどん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 上がっていくことでまああの継続的な物価上昇は <laughs> 例えばこれとか非常に多くの,あの燃料とかも使うので。 コストだかっていうのがついていきそうな感じはまあ至る所にあるかなと思っております。はい。あとは、えー、ブルーバーグの方の記事なんですけれども同じようなあのガソリンの記事がものすごくあガソリンの価格が今ものすごく上がってますねみたいなニュースだったりとか、まああとは、えー、不動産ですねに関してはまあニューヨークでも多くの人が買うために並んでまあ今あのちょっとクレイジーな状況にありますっていうような。 ニュースだったりとかまあとはですねあの一つ面白いなと思った記事が、えっと、ここ最近僕は仮想通貨のチャンネルの方でも取り上げているんですけれどもどん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 ですねバンカー、まあ、これはいわゆるその銀行員ですねがクリプトの方にどん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 行っていますよとやっぱりその仮想通貨っていうものに関しては、まあ、今非常に可能性を感じているプラス金融機関で働いている人たちっていうのは自分の仕事にものすごく危機感を感じている人が とい,、ね、いうのも、まあ、ある意味そのフォモと言われるような、えー、現象というのもあってもう今結構衰退してってる既存金融とかつ今後ものすごく成長していきそうプラスもっとお金払ってくれるクリプトの業界に、まあ、行きたいとなので、まあ、本当にもうみんながこぞってクリプトの方向にどん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 向かっていっているような状況になっていますで今は短期的には仮想通貨のマーケットは、えー、ちょっと下がっていますけれどもまあこれは一つの波の。 うちの、まあ一つののつパートなのかなかと思っていてい今後はどん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 さらにマーケットという意味では拡大していくと思うのであ,のあまりその短期的な動きに、えーまあ、悲観的にならずですねしっかりと仮想通貨も見ていくとより資産運用の幅っていうのは広がるんじゃないかなと思っていますで、えー、とおそらく明日ぐらいから仮想通貨チャンネルの方のですねあの公式 LINE みたいなのも あのちょっとやって、そこでまた新たな情報とかっていうのを流そうと思っているので、えー、ぜひご興味ある方はですねあの、そちらの方、明日おそらく皆さんにお伝えできると思うので、えー、参加していただけると嬉しいなと思っております。はい、ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。えー、天気はですね、今のところはまあ予想で、なんか雨降るみたいな感じに言ってる人もいたんですけど、あのまあ、天気よくなってくれると、また子供と、えー、なんだ、公園も行けるので嬉しいかなと思っている今日の土曜日でありました。 はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。